朝課外とは、主に九州地方の高等学校における早朝の課外授業のことである。公立、私立問わず大半の高校で実施されており、1時間目、1次元目の授業に先立って行われることから、高校によっては0時間目、0次元目などと称すこともある。福岡県教育委員会によると、福岡県では遅くとも1970年代に始まり、 月曜日から金曜日、つまり平日の午前7時30分頃から約1時間、いわゆる語教科と呼ばれる国語、数学、理科、社会、英語の補修を行っている。2017年時点で県立高校の約9割で実施されている。保護者の経済力に依存せずに生徒の進度を保障するシステムとして定着しており、福岡県では塾、予備校にかける費用が 全国平均より少ない。一方で、朝、課外という名目ながら、ほとんどの高校で、通常の授業と同じように出欠が取られ、強制参加となっている。そのため、遠方より通学する生徒の中には、夜が明けきらぬうちに自宅を出発しなければならない、ケースもある。また、朝課外を実施する教員に対する、時間外手当が支給されないケースも目立つ。 2017年9月、福岡県議会において朝課外の強制性を問う質問がなされたことをきっかけに、福岡県教育委員会は2018年、新学期より生徒に対し参加の意思を確認することにより、強制性を排除する方針を決定したが、各高校において教員から朝課外に参加するよう圧力を受ける生徒が、多々おり、事実上の強制状態が続いている状況である。 AB、高校の、朝加害、強制された生徒の声相次ぐ本来は、任意のはずが、福岡の県立校。西日本新聞。 h t t p s w w w n i s h i n i p o n c o j p n n p a n a t o k u a r t i c l e 4 0 9 4 0 7 7 2 0 1 8年4月29日閲覧福岡の高校でおなじみ、朝加外家系の一女議論の余地も、日本経済新聞、https www. 日経 .com アーティクル約すむぞ 2251897a021 c1 無理0002018年4月29日閲覧福岡の高校生が受ける朝加害がめんどくさすぎる実質零次元めって一体どういうことだよキャリコネ2018年4月29日閲覧有楽町 超加害の前提。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20170926スラッシュ ddg スラッシュ041スラッシュ070スラッシュ0 1 1 0 0 0 c 2 0 1 8年4月29日閲覧。太田利し九州では0元目。北陸では7元目。 課外授業の是非、ブラゴーズ2018年4月29日閲覧、ありがとうございます。